マリオシリーズスーパーマリオシリーズスーパーマリオ64スーパーマリオ64は任天堂が1996年6月23日に発売した任天堂64用のアクションゲームまた翌年の1997年7月18日には振動パック対応のスーパーマリオ64振動パック対応バージョンが発売されている略称は マリオ64。また、2004年12月2日に、任天堂 d DS 専用ソフト、スーパーマリオ 64DS が発売された。本校ではこちらも合わせて記述する。この項目では、スーパーマリオ64と、スーパーマリオ64振動パック対応バージョンを64版、スーパーマリオ 64DS を DS 版と表記する。 DS 版の変更点に関しては、スーパーマリオ 64DS の節を参照。2020年9月18日に、任天堂スイッチ専用ソフトとして発売の、スーパーマリオ 3D コレクションに収録されたものについては、当該記事を参照。スーパーマリオシリーズ初の 3D アクションゲーム、パイロットウィングス64、最強波入将棋とともに、 ニンテンドー64本体と同時に発売されたローンチタイトルでもある。これまでにもポリゴンを使ったゲームはレースゲーム、シューティングゲーム、格闘ゲームなどでも見られたが、それらは限られたエリアの中でゲーム性を表現するに止まっていた。しかし、スーパーマリオ64はニンテンドー64の 3D スティックを活かして、 3D で描かれた世界を自由自在に動き回ることができる画期的なゲームとして登場し、後の 3D アクションゲームに決定的な影響を与えた。本作では、キノコ城とその中にある絵画などの中の世界が舞台となっている。また、本作のキノコ城のデザインが、マリオカート64や、ニンテンドーオールスター、 タイラントースマッシュブラザーズなどの後々のシリーズ作品でも定着して使われる。本作のマリオの声はチャールズ・マーティネーが担当し、チャールズは以降のシリーズでもマリオの声を担当している。本作と同様の箱庭探索型のシステムを組んだ続編的作品としてスーパーマリオサンシャイン、スーパーマリオ,オデッセイがある。なお、サンシャインから オデッセイの間に発売された、スーパーマリオ・ギャラクシーから、スーパーマリオ 3D ワールドまでの 3D マリオは、箱庭探索型ではなく、コースクリア型の形式をとっている。また、エポック社からこのゲームがおもちゃ化された、商品、スーパーマリオ64マリオのアドベンチャーアイランドが、発売されている。さらにレゴからこのゲームのおもちゃ化された、商品、 レゴスーパーマリオ64ハテナブロックが2021年10月1日で発売されることが反された。2020年9月18日にスーパーマリオサンシャイン、スーパーマリオギャラクシーと共に収録され、スーパーマリオ 3D コレクションとして、ニンテンドースウィッチで2021年3月末まで期間限定で発売されていた。 2021年10月26日より配信された、任天堂64任天堂ス e n d o ン w i t にて、本作が初期ソフトの一つとして収録されている。ある日、マリオの元へ、ピーチ姫から城への招待状が届いた。喜んだマリオは早速城に向かう。しかし城はひっそりと静まり返っていて、様子がおかしい。そして、城の中に入るとどこからともなく、 誰もいませんので、とっととお帰りください。ガハハハ。というクッパの声が聞こえてくる。クッパは城を守るパワースターを奪い、その力でピーチ姫やキモピオたちを絵の世界に閉じ込めてしまったのである。このままでは、城がクッパに乗っ取られてしまう。パワースターを奪い返すため、マリオは絵の世界の冒険に出発する。単純に、 フィールド最後のゴール地点に到達することがクリア条件であった旧作と異なり、フィールドの各所に隠されたゴールアイテム、パワースターを見つけ出し、最終ボスであるクッパまでの道を開いていくことがゲームの主な目的となる。フィールドは 3D により構築された箱庭的表現で構成されており、ゴール地点などは定められていない。 探索やアスレチック要素がメインとなっているため、制限時間は基本的には存在しない。基本的には場内にある上の中に飛び込んで、コースに入るという仕組みになっている。ただし一部のコースは、隠し扉のごとく単なる壁から入れるようになっていたり、穴だったり、オブジェクトだったりと異なる見た目になっている。コースによっては完全ない世界ではなく、城と。 物理的につながっているものもある。絵の中に飛び込むと、スターを選択する画面になり、決定すると、コースが始まる。基本的に選んだスターが取れるようになっているが、他のスターを取っても問題はない。ただし、一部のスターは、選択画面で選ばないと仕掛けなどが出現しないため、取得できない場合がある。なお、選んだスターより、 前のミッションでまだ取ってないスターが1枚でもある場合、取ってないスターの中でミッション番号が最も若いスターを選んだことになる。また、コースは絵からの場合、大概は絵に描かれてある内容が反映されたコースとなる。また、お城自体もコースになっており、内部や周辺を探索可能で、城自体にもいくつかのパワースターが隠されている。それらは、 お城の隠れスターとしてカウントされる。パワースターは隠しを含めて全120枚存在するが、ゲームクリアに最低限必要なのは70枚であり、それ以降は基本的にやり込み要素として集めることとなる。なお、ここでのパワースターの最低必要枚数は、通常のプレイにおいての枚数である。以下、コースの大まかな概要を記す。ゲーム内では、 コース1などと書いてあるが、ここでは、数字があるコースを基本コース、基本コース以外のコースは、エクストラコース、クッパを倒すコースは、クッパコース、マリオたちを救出するコースは救出コースとする。基本コースでは、名前のある6つのスターに加え100コインのスターの、合計7枚のパワースターが手に入る。大乱闘スマッシュブラザーズデラックスでは、本作のキノコ城が、 ピーチ城という名称で、ステージの一つとして登場している。正確には、ピーチの部屋と闇の世界のクッパは2階であるが、本項目では1階として記述する。闇の世界のクッパをクリアして、城地下の鍵を入手すると入れる。城地下の炎の海のクッパをクリアして、城2階の鍵を入手すると入れる。任天堂64の周辺機器である振動パックに、 対応しており日本国内のみのみ発売である日本版ではなく、日本より遅れて発売された、北米版をベースに作られており、振動機能以外にもいくつか仕様が変更されている。DS 版もおおむねこの変更点を踏襲している。また、日本版における Wii、Wii U のバーチャルコンソール版、スーパーマリオ 3D コレクションに収録されている、バージョンも、 この振動パック対応バージョンである。CM には、広末良子が出演した。外国語版で変更、追加された要素も含む。この他にも、変更点がある。本作、スーパーマリオ64の続編として、64、d d 用ソフト、スーパーマリオ6 4にが企画されていた。ルイージが登場する予定であったが、 企画は1999年に中止となった。また、1996年の任天堂64スペースワールドには、サンプルのデモ用として、本作の 64DD 版が存在していた。任天堂64サウンドシリーズ第1弾として1996年7月19日に発売された。発売元は株式会社ポニーキャニオンである。 メインテーマやスライダーなど全36曲収録されており36曲目にはボーナストラックとしてパックンフラワーの子守歌が入っているスーパーマリオ 64DS は2004年12月2日に発売された Nintendo DS 用のアクションゲームこちらも本体と同時発売のローンチタイトルの一つであるこの項目では 大まかな変更点、追加点を記述する。ピーチ姫から招待状を受け取ったマリオが、弟のルイージュと、なぜか、いつも、自分を敵視しているアリオを連れて城を訪れる。しかし三人は、城から一向に帰ってくる気配がないため、異変を察知した、ジュゲムブラザーズがヨッシーを城へと向かわせる。そこでヨッシーは、クッパの声を聞き、クッパが絡んでいることを知ったヨッシーは、 ピーチ姫を救うために、マリオ、ルイージ、ワリオを探しに行くことになった。アドベンチャーヨッシーを操作して、マリオ・ルイージ・ワリオを救出し、パワースターを取り戻すメインモード。マリオ・ルイージ・ワリオを救出すると、そのキャラクターでも操作できるようになる。VS バトル2人から4人まで遊ぶことができる、スターを奪い合うモード。ダウンロードプレイのみ対応している。また、 一人で練習することも可能。操作方法はメインモードと同じ。コース内のあちこちにスターがランダムで出現し、取得すると別の場所にスターが出現する。操作するキャラクターはヨッシー固定で変身防止を取ると他の3人に変身できる。ミニゲーム全36種類の一人オミニゲーム。メニューの右側にこの項目がある。 最初に遊べるのは8種類だけで、本編ゲーム内において、城にいる、ウサギのミップを捕まえることにより追加されていく。一部のミニゲームは、その後発売された、ニュースーパーマリオブラザーズにも収録され、通信対戦により、他人数プレイも可能となっている。ミニゲームリストの判例、星印、本編ゲーム内において、城にいる、ウサギのミップを捕まえることにより追加される。 隠しゲーム。in、Nintendo DS 用ソフト、ニュースーパーマリオブラザーズにも収録されているもの。使用キャラクターその他のキャラクターここでは、DS 版の追加アイテムのみ記載する。64版から登場するものに関しては、64版の、項を参照。変更コース追加コース対戦コースすべてのステージの、曲が、ピーチの隠れスライダーになっている。 スーパーマリオ 64DS に関するカテゴリー、ありがとうございます。